こんにちは、春風ツアーです。フッテルーテンをご紹介いたします。フッテルーテンはノルウェー沿岸をクルーズするクルーズ船です。このような大きな客船でノルウェーの南のベルゲンから北のキルケネスまで往復12日間かけてこの2400キロの道のりをクルーズいたします。今回はオーロラハンティングをおすすめする理由、それは海の上は真っ暗ということですね。オーロラの大敵というのは光です。オーロラの光というのは非常に弱いので、街の光やもしくはさまざまなものの光、例えば満月が出ている時などもちょっとオーロラは見にくくなったりします。ですので、満月の場合は仕方ありませんが、船は海の上を進みますので陸の光に影響されることもほとんどございませんし、周りは真っ暗です。ですのでオーロラがどの方向に出ていてもすぐに見つけることができて楽しむことができます。光に邪魔されることはありません。今回はオーロラハンティングをフッテルーテンでおすすめする理由は、海の上は真っ暗なので光の邪魔がなくて見やすいということにつきましてご紹介いたしました。ありがとうございました。